マコマ内用水と記念館、エドウィンダン像エドウィンダン記念館は、明治時代の親とい外国人、エドウィンダンを記念し紹介する施設で、北海道札幌市南区マコマ内泉町のエドウィンダン記念公園内にある、ダンの自席と札幌開拓の歴史を示す。記念館の建物は、マコマ内市畜産場事務所を移築したもので、木造、白塗りで緑の屋根を持つ、 建物は1880年、ダンにより北海道開拓市の牧牛場の事務所として建設されたものである。1876年の牧牛場開設から1946年米軍に接収されるまでの70年間利用されていた。1964年、エドウィンダン検証会は当時解体予定となっていた同事務所を保存するため現在地に移築し、 関係資料の展示を行った。1990年に札幌市のふるさと文化百選第13回札幌市都市計画賞に選ばれている。また、2000年9月26日に国の登録有形文化財に登録されている。2007年5月、老朽化による改修工事を行い再開している。旧マコマ内中央公園南区役所のそば マコマ内側と国道453号の東にある都市公園である。南北に長い。面積2万4千平方メートル。中央をマコマ内用水が流れ、公園内で池を作る。公園の南は遊具を置いた遊戯広場で、中央にエドウィンダン像、北東角付近にエドウィンダン記念館がある。東側に隣接して札幌南郵便局がある。南消防署は、 公園の北方向に隣接する。北600メートルほどに広い敷地を取るまこまない公園がある。エドウィン・ガンの剪定に基づき、1877年に建設された牧場。ダンはここを畜産技術改良のための拠点とし、牛、豚、馬を、飼育、100ヘクタールの飼料畑を整備し、バターチーズ、練乳の製造及びハムソーセージの加工技術を指導した。 1886年に北海道庁が管轄する真駒内市畜場となった後も北海道における畜産技術研究の拠点となった1946年に新中軍により落ちを接種された後新徳町に新たな研究拠点が設けられ幾多の変遷を経て現在の北海道立総合研究機構農業研究本部畜産試験場へとつながる ありがとうございます。